土曜日といえばもうお分かりですね。夜8時半から酒飲み生放送をやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。そして僕の新しい本、日常は情報戦が好評発売中です。ぜひ書店で手に取っていただければと思います。さて、中国といえばこの30年で一気に力をつけてですね、もう経済では日本を追い抜いているくらいになっていますからね。日本としては散々支援した挙句感謝もされず、それでいて今脅威になってるっていうね、全く笑えない状況です。中国が成長する一方で、日本はこの30年間全然こう経済伸びなかったんですよね。それでいて増税であったり負担は増えていますから、そりゃね、豊かさを感じる人が減るわけですよ。そんな状況に絶望しているという方も多いんじゃないでしょうか。もしくはこういう状況だからこそ海外に活路を求めるなんていう人もいると思います。芸能人の小島瑠璃子さんもそういう感覚なんですかね。小島さんといえば長くテレビ等で活躍されていますけれども、今日出演したレギュラー番組を最後に日本での仕事は終了して中国に留学するって言うんですね。なかなか大胆な決断ですよ。22日に放送された MBS テレビ「かまいたちの知らんけど」にゲスト出演した際には次のように語っています。かまいたちの濱家隆一から「中国に行って何すんの?」と聞かれ、小島は「一番最初に大学に入ろうと思って」大学で勉強して向こうで暮らしてみて、いろいろ考えてることがあるんですけど、何ができるのか何をやりたいのかを勉強しながら考えようと思っていますと構想を口に、さらに留学先に中国を選んだ理由について、3年ぐらい前から友達に誘われて中国語の勉強を始めたんですよ。それで中国語を喋って触れ合う中国人の印象がちょっと変わって、しかも中国って国もちょっと謎めいてません?何ができるのか、どんな人たちなのかわからない。でもものすごく伸びていて、発展していて可能性がある。だからわからなくて可能性があるってところに惹かれて、と説明した。小島さんなんてね、日本での芸能界でのキャリアがあるわけですし、レギュラーもあったわけですから、まあある意味安泰だったわけですよね。それを捨ててまで中国の可能性に惹かれて実際に行っちゃうってさ、すごいよ。なかなかの勇気だと思いますよ。まあこの10年間テレビで稼ぎまくったでしょうから、まあ今後ね、どうなろうとも、まあ大丈夫っていう感覚もあるのかもしれないし、これさっきの話、裏を返すと日本は中国の逆だっていうことでもあるんですよね。事実として小島さんが生まれてこの方、日本って全然経済成長してないわけですよ。そういう停滞感をずっと感じていたからこそ、成長している中国に惹かれてしまったんじゃないかなと。しかし多くの方が指摘するように、中国ってリスクめちゃくちゃありますからね。そもそも言論の自由がありません。ですから日本の感覚で中国でね、同じような活動ができるのかっていうとちょっと違うわけですよ。そして政治問題で日中関係のさらなる悪化というのも考えられます。長期的な米中の対立というのも懸念点としてありますよね。だから本当に、まあ、最悪の事態っていうのも考えなきゃいけないわけですよ。当然こういう話って周囲からされてるとは思うんですよ。されてる上でそれでも行くわけですから、もうね、命を大事に頑張ってほしい。日本がこのまま成長しないとどうなるかっていうと、やっぱ相対的に安い国になるわけですよね。他が成長してるわけですから。だからまあね、日本人が今後海外でどんどん出稼ぎに行くみたいな、まあ、状況も十分考えられますよね。ただでさえ今日本の人口も減っているのに、それでね、優秀な人が海外とか行っちゃうとさ、いやだからまずいんですよ今。ということで続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。